はい、ということで、住んで東上線ということで、コパさん、東上線に、造詣の深いコパさん招いて、2人でまず前半話せればなと思います。で、後半30分を、みんなから質問とかをいただいて、なんかインタラクティブにやれればなと思います。ということで、コパさん、簡単に自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。コパです。はい。東武東上線歴40年。おお。マンション購入して理事長をやってます。おお。はい。埼玉県の、話しちゃっていいのかな。わ川か越で生まれて育っ て、はい。一旦東京に出てですね、池え袋近辺に住んで、え。ええ。それから西側、はい。三鷹とか吉祥寺、荻窪えなんかを独身時代過ごしてですね、ちょっとおしゃれとかも意識して、当時は美容院も8000円とか9000円かけてやってましたけれど、え爪までなんかいろいろ気を使ったり、眉毛も気を使ってたのが、今はですね、東武練馬を経て埼玉県の富士見野っていうところに帰ってきてですね、ええだいぶもさいおっさんになりました。なるほど。今は川越に実家があるんで、そえこと行き来しながらですね、え。はい。2拠点で生活しているような感じです。なるほど。ワークスタイルは基本的には山手線の東側、虎ノ門にオフィスがあるんで、そこに週1回から2回通勤して、基本テレワークしてます。なるほど。はい。っていう、子供は2人います。おお。ちっちゃいです。5歳、6歳と1歳ですね。6歳と1歳。はい。私はもう40過ぎてるんで、ちょっええ。と遅い子供です。なるほど。でも、夫婦とお子さん2人と4人家族で、東上線のマンションで住んでますと。はい。そんな感じ。そうです。で、今度、注文住宅を川越に建てます。そうだ。その話も聞きたいけど、今回は東上線ではい。話せればなと思いますんで、お願いしますと。よろしくお願いします。で、今回初めてその地域というよりも沿線をテーマに話すんで、ちょっと僕も段取りがですね、あんまり固まってるようで固まってないんで、ちょっと進めたいなとは思うんですけど、コパさんはそのお生まれが川越で、学生時代、大学出るまで実家、要するに東上線沿いでずっと暮らしてたって感じですよね。そうですね。川越で高校も通って、浪人しちゃったんで、え予備校は池袋の河合塾っていうところに行ってたんで、もうそこからヘビーな東上線使って、予備校行ってたのか雀荘行ってたのか分かんないような生活でした。そうなんですで、大ね。学は高田馬場に行ってですはね、い。早稲田大学だったんで、また雀荘に行くような生活しかしてなかったんで、ちょっと何してたんだろうっていう感じですけれど、はい。自宅から普通に1時間ちょっとで通えるんで、大学時代はもうずっとですね。で、社会人になってからも、溜池山王とか、新橋とか、そのあたりだったんで、気合い入れて自宅から通ってましたね。なるほど。途中辛くなったんで、結局東京出てったっていう感じです。なるほどね。で、あとあれですね、コバさん、その東京出てって、ご結婚された初期は東武練馬の方住んでたって言ってませんでしたっけ？そうです。東武練馬がですね、結構安くて坂が多い町だったんで、坂の下とかに行くとですね、8万円ぐらいで 3LDK とかが借りれてですね、クソだったんですね。で、駅前には商店街もあったし、イオンもあったし、ミラベルってすごい安いスーパーもあってですね、それは便利な生活をしてたんですが、すぐにもう子供ができちゃったんで、なるほど。この坂はちょっとしんどいなと思ってですね、ええ。今のマンションに引っ越してきたっていう感じですね。なるほどっすね。じゃあ、お子さんが生まれたのをきっかけに、東武練馬から、今の東上線の埼玉のマンションに移り住んできたと。そうですね。なんかその坂が多くて子育てにはもしかしたら向いてないかもなって思った以外で、東武練馬とか、その東京の方で住み続ける選択肢もおそらくあったんじゃないかなとは思うんですけど、ありました。
どういう経緯で今回今住んでいるマンションに決めたんですか？やっぱりコスパですよね、うん、当時すごい安かったんですよ。都合120万ぐらいだったかな。おお、まあ、75平米あるのに3000万切ってたんですね。安っ。なるほど。で、駅から徒歩10分以内で、うん、周辺に大規模、大規模な公園もあって、ええ、で、ららぽーと富士見もできる前だったんですけど、できるって聞いてたし。なるほど。まあそういうのもあってですね、うん、生活利便性高そうだなと。で、フラットなアプローチだったんで、ええ、まあ、これは暮らしやすいなと思ってですね、うん、それにしました。なるほど。それなんか大昔の話じゃなくて、そんな10年以内の話ですよね。そうですね、私がマンション買ったのはちょうど7年前ぐらいなんで、本当ここ最近だと思います。そうですよね。だから新築で3000万切ってるような時代が7年前あったってことですもんね。そうですね、今もこのエリアは4000万は切ってますけどね。あでもとはいえ 20% ちょっとぐらい上がってるようなイメージですよね。そうですね、うちのマンションも 10% 以上は上がってますね。 15% ぐらい上がってるのかな。だってそれ残債が減った状態で上がってるからね、ラッキーですよね。そうですね、今売ったとしても手残りはもう1000万とか数百万ぐらいにはなってますから。なるほどね。貯金して住んでたようなもんだと思います。ラッキーと。ラッキーでしたね。だからさ、コパさんが高校生とか大学生の時って20年ちょっと前じゃないですか、はい、で僕は鴻巣の生まれで、まあ、JR の高崎線沿いなんですけど、なんかね、東上線沿いってすごいなんかやんちゃなイメージがすごいあって。やんちゃですね。ね、だからなんかちょっと空気感が JR と私鉄で違うなっていうのを僕はなんか子供ながらに感じていたところがあって、そこら辺を聞いて感想としてはどうですか？まあ正直うちは東上線ずっと住んでたんで、はい、まあ、コスパのいい便利な近郊生活を送るにはいいけど、うん、まあぶっちゃけ鴻巣の方とかって浦和とか大宮とかアクセスいいじゃないですか、うん、都心の、うんうん、あ、だから棚があるんですよね。なるほどね。東上線はね、池袋で終わっちゃうんで花がない。花がない。いや、四季もいいけど、うん、花あるかって言ったらないかな。おしゃれかって言ったら、まあ、まあ東上線ではおしゃれだけど、四季も和光市もいいけど、うん、いや、浦和大宮とはちょっとランクが違うだろうみたいな、うん、気持ちでは暮らしてますね。だからどこまで行ってもティアワになれないようなイメージです。なるほどね。なんかそのコパさんある程度おそらく勉強頑張っていたと思うんですよ、中学校高校とかって。はい。自分と同じような人も周りにはいたような環境だったんですか？正直あれですね、うん、10人に1人ぐらいなレベルですね。じゃあかなり少ないと。少ないと思います。なるほどね。中で見ると本当10人か20人に1人ぐらいですよね。じゃあクラスに 2,3 人みたいなイメージですよね。そうですね、こう言うとちょっと感じが悪いかもしれないですけれど、はい、割とこう何でしょう、学校の勉強だけで勉強はできる方だったんで、ええ、特に塾とかも行かなくてですね、はい、で中学3年生の時に追い込みでちょっと受験勉強して、うん、地元の川越高校というところにもひょいと受かって、はいはい、まあ、その後はちょっと遊びすぎちゃってですね、浪人しちゃうんですけれど、まあ浪人も1年したらちょうど早稲田にはひょいと入れたんで。なるほど。まあ割と楽はして進学はしてました。なるほどね。なんかその勉強以外でそのまあ当時の昔話になっちゃうんですけど、はい、いわゆる荒れてたんですか？荒れてない学校があるのかなって思ってたなるほど。僕が子供の頃80年代ですよね、うん、90年代前半まで、はいはい、しょっちゅうどっかの中学校の窓ガラスが割れたとか、ヤンキーが校内でうろうろしてて、うん、校舎の裏側でたまり場にしてるっていうのもしょっちゅう見てましたし、はいはい、
伊勢に行けばカツアゲもよく見かけましたしね。はいはいはい。そんなに治安がいいかっていうと悪い方だったと思います。なるほどね。まあ、今はね全然見ないですけどね。うん。だから僕も東上線出身の知り合いの人すごい多くて、もうね、俺の中学校がいかに悪かった自慢しか聞かなかったんですよ。そういうの式ですもんね。そう。だから東上線はやんちゃだなってイメージが僕もずっとあったんだけど、ただね、なんかここ最近だいぶ落ち着いちゃってるとは聞いてますけどね。そうですね。多分東京から流れてきた人とかとごっちゃになってるっていうのと、うん、あとやっぱり沿線が少しずつおしゃれになってきてますもんね。ああ、なるほどね。さっきも言いましたけど、ララポートとか、あと駅屋とかがそこら中にできてきてですね、なんか荒れる要素が減ってきてるのかなという気はします。なるほどね。だからここ20年ちょっととかでだいぶ変わったエリアなんだろうなとは思いますね。もう全然違いますね。私も一回だから東京出てって、戻って10年ぐらいして戻ってきて、あれなんか全然雰囲気変わってるなっていうのが今の東上線のイメージですね。確かにね。なんか僕ね、鴻巣で JR 沿いってね、言うてこの20年で劇的に変わったかで言うとそんな変わってない気がしてて、その変わり幅がすごく東上線の方がなんか大きいイメージがあります。そうですね、結構うちのマンションも周りで見てもそうですけど、都内から越してきてる人多いし、戸建てで建ててる人もですね、まあ、地元でちょっと住宅探し土地探ししてたこともあってですね、あと日頃からマンション巡りもしてたんで、はいはい、不動産屋とも話すんですけど、いやかなり都心からあるいは都内から、流れてきてるっていうふうによく聞きますね。もう飛ぶように売れてるって言ってました。ああ、なるほどね。だからその今までその地元にしかいなかった人だけじゃなくて、外部からも人が流入していて、まあそういうのでプラスの影響を与え合って、なんか沈下しているような感じ。そうですね。でそういった人たちっていうのはやっぱり教育熱心で、子供を塾に通わせたり、お受験中学校からさせようかなってしたりとかしててですね、はいはい、全体的にこう子供の高学心っていうのか、そういうのも上がってるようなイメージですね。なるほどですね。ちなみにコパさんのその上の子は今年小学生になった？はい、いやまだ幼稚園生ですね。あ、そうなんだ。年長さんで。年長さんでね。なんかそのコパさんの通わすお子さんが通ってる幼稚園とか保育園とか、その親御さんとかでどういう雰囲気なんですか？なんだろ、3分の1ぐらいがちょっと若くて、やんちゃだったかなってギャルっぽいお母さんとか見ますね。へえ、そうなんだ。3分の1ぐらい結構私みたいに40過ぎてるようなおじちゃん、おばちゃんもいて。なるほど。3分の1がなんか本当真面目そうな感じの人たちですね。なるほどね。だからいわゆるなんか埼玉っぽい若い夫婦とかもいるけど、落ち着いている、まあ、40前後ぐらいのお父さんお母さんもいるし、まあ、はい、いわゆる一般的なアラサーの夫婦とかもいるみたいな。そうですね。なんかそれがすごい象徴的だなっていう。子供の、ね、髪の毛とかでやっぱり後ろ伸ばしちゃう人とかも何人かはいますけど、未だにいんの？そんな多くないですよ。未だにいんの？あれ未だにいますよ。埼玉の襟足でしょ。そうそうそう、ちょっと襟足これいらないんじゃないかなって思うんですけど。まだ存在してたんだそれ。でもほんと少ないですよ。なるほどね。希少種になってるよと。はい。まあだから東上、僕もね、その東上線ってイメージだけで敬遠してるしてたし、自分自身もとはいえ、なんかすごい振れ幅が大きくなってるなっていうふうには感じますね。そうですね。まあただイメージではやっぱり悪いと思いますよ。この前もね、あのサーモサーモって結構ツイッター上で騒いでましたけど大山で、そう、大山のね、マンションとかも、でもこの坪単価東上線でだろっつって、東上線が足引っ張るっていうね、なんかすごい悲しいことになってましたからね。そうっすね。でもね、僕ね、一つ言いたいのは、その20年前ぐらいで情報のアップデートが止まってる人は東上線勝たんなって思うんですよね。その直近知らずになんかイメージで勝たんのマジで嫌いなんで僕。
だからちゃんと見てほしいっていう、うん、いや湾岸ディスとかもありましたけどね、実際行ったらもうキラキラしてて、はい、邪魔っていうぐらいに、はいはい、多分行ったら惚れちゃうと思うんですよね、うん、うんうんうん、確かに東上線は行ったら惚れるかっていうと惚れないと思いますけど、うんうん、でも思ってるほどでもないかなっていうふうに、うんうん、エリアが増えてるとは思いますね。大山なんかもね、うんうんうん、サーモマンションで行ってるのか分かんないですけど、はいはい、あそこもね、商店街のアーケード抜けてすぐですから、もうほぼ雨に、ね、もう濡れずに駅に行けちゃうし、はい、うんうん、駅からも大山からだったら6分ぐらいで池袋行けちゃうんでね、もうほぼ池袋っていいんじゃないかなと思うぐらいです、ね、だから大山というよりも池袋、講義の池袋ですと、そうそうそう、大池袋圏みたいななるほど。あの商店街ハッピーロードでしたっけ、はい、220店舗ぐらいあって、うん、普通のイオンとかに入ってるのよりも全然店舗数も多いし、バラエティに富んでるし、うんうんうん、すごい、なんだろう、通ってて楽しいエリアだと思うんですよね。なるほどね。だからなんだろう、駅でセグメントするというよりも大きな意味での池袋圏としてあのマンションを捉えるべきなんじゃないかっていうのがコパさんの意見っていう感じ。そうですね、まあ 2.7 キロ離れてるんでちょっとでかすぎるかもしれないですけれど、うん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 、歩いて帰るのはつらくても自転車なら15分ぐらいで行けちゃうし、はいはい、あのタクシーで乗っていくとあの辺りだったらまだ1000円かからないぐらいですからね。ああ、まあ、まあ2000、深夜でも2000円ぐらいみたいな感じですかね、うん、そうでしょうね。あ、なるほどね、うん、でその商店街もある意味サーモマンションからすればですね、うん、あれは外にある管理費のいらない共用部だと思うんですよね。なるほど。いやもうだからキッチンカーとか苦労して呼ぶ必要もないし、はいはい、すごい羨ましい立地のマンションだなと思いますよ。確かに至極の生活利便性かもしれないですもんね、あっこらへん、うん、ただなんかコパさん前さ2人で話した時に、東武練馬は都心に当然近いかったり、まあ、大山だとかなり近いかもしれないけど、要するに快速とかを考えるとなんだかんだ和光市とか四季と言うて変わんねえぞと。そうですね、案外成増だったら池袋から最速9分ぐらいで着いちゃってますしね。だって池袋からさ成増までノンストップで行くじゃないですか。そうですね、だからめっちゃ近いですよね、そう考えると。近いですね、僕東武練馬に住んでたんでいつもイライラしてましたもん。はは板橋とかでですね、急行待ち、運休待ちするんですよ。はいはい、直で行けば15分ぐらいで着くのに、うん、急行とかを待つから東武練馬とかは割り食っちゃって、うん、あの20分以上かかっちゃってですね。なるほど。あれこれ地域から通った方が早いんじゃねえかなっていうぐらいの、あ、実際の電車の感覚ですよね。なるほどね。まあ、だから電車を中心に考えた時には距離は離れてるけれども埼玉の四季とか和光市とかの方が実は早かったりするというか、まあ、同じぐらいのところもあると。そうですね、まあ、でも普通電車のエリアは結構そういう、うん、トラップがあるんで。なるほど。大山はただその点もうないから、うん、めっちゃ近くていいですよね。で北池袋とかよりもよっぽど暮らしやすいですし、うんうんうん、全然大山のマンションかなり割高ですけどサーモは、うん、でもいいマンションだなとは思います私も買えないですけど、食材がちょっと多すぎてねなんかツイートしてましたね。そうですね、管理費がかかりそうだなとは思います。うん、まああとなんかその大山にじゃあ要するに民度とか自分と同じような所得の人とかがいるのかどうかみたいので悩む人いると思っていて、なんかでもあのマンションがある程度大規模で同じような人が集うんだったらその心配ってあんまなくないってちょっと思ったりするんですよね。うん、ただ周りのマンションはそこまで高くないですからね、うん、そこはかなり差ができるような気はします。板橋、うん、私住んでましたからといっても短い期間なんでね、うん、そんな長くはいなかったんですけど、うん、まあ、言うてもやはり板橋っていうちょっと良くない言い方します。まあ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 、マンションはいいと思うんですけど、じゃあ、うん、その他の人たちがそこのサーモマンションと同じような住民かというとそうではないと思う。まあね、あれが抜きん出てってなっちゃうかもしれないけど、
まあでもなんか、そのマンションにある程度人数が集うっていうので、なんか雰囲気も変わってきて、今まで大山とか選ばなかった人も選びそうな気がしますけどね。素晴らしいと思いますよ。なんか結局街の発展って、そういう一個なんかエポックメイキング的なものがドーンと突き抜けて、それに追随する形で成長すると思うので、だからなんかこれからというか、その未来にベットするような感じなのかなと思いますけどね。うん、そうですね、うん、っていう感じ、うん、じゃああと聞きたいのがですね、そのまあ今コロナもあって出勤週1回とか2回とかですか、コパさん。それぐらいですね。うん、だったら通勤は苦じゃないし、むしろ楽しみぐらいなんじゃないですか。まあ、もともとがね、その川越から通ってたんで、うん、1時間でも1時間半でも平気で通えるような人間ですから、ええ、あの全然苦じゃないですね、うん、しかも今はですね、昔と違ってなんとあのスマホがあって、はい、ツイッターしたりとかですね、はいはい、なんかいろんな、うん、雑誌とか新聞とかも見れるし、うん、昔よりもあっという間になんかついてるような気がします。あ、確かにね、うん、確かになんか僕の学生の時って iPhone が出るか出ないかぐらいだったんですよ。で、うん、ガラケーで時間潰すのすごいストレスで、通勤時間とか通学時間がすごいなんか何の生産性もない時間だと思ってたんですけど、今結構変わってるなとは思いますね。そうですね、実は東京に暮らしてる時に思ったのがですね、うん、やっぱりこう埼玉から通ってる時に比べて、うん、読書量っていうんでしょうかね、はいはい、インプットする時間がすごい減っちゃってて、意外に通勤時間が私にとってはインプットの時間として大事だったなとは思ってますね。ああ、なるほどね。うん、だからまあでも、うん、ぶっちゃけ通勤しないで在宅でやってる方がインプットはそれはできるんですけど、まあ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 、なんかその一人の時間の確保というか、はい、それがなんか実は通勤時間がその無駄な時間のように見えて、自分の一人の時間を確保するいいチャンスだったみたいな。そうですね、うん、実際家にいる方がストレス溜まっちゃうケースもありますからね。ああ、そうでしょうね。うん、仕事の効率という点ではやはり、うーん、通勤して、仕事場でやって帰ってっていう方がスイッチも切り替えやすいです。あと多分いろんな街を見て私帰ってたんですよ、はい、昔。どういうこと？豊洲に寄って帰ったりとかですね。あ、そういうこと。晴海に行って帰ったりとか、はい、美しいマンションを見て幸せに感じて帰ったりとか住めなかったけれど、うん、あのまあ、家があってちょっと母親が病気だったんで、こっちの方に私引っ込んでるんですけれど、はいはい、で今は父の介護とかもあるんでこっちにいてよかったと思ってるんですが、うん、やっぱりね、あの都心の湾岸エリアとか、うん、あるいは、まあ、東京西側とかね、うん、いろんなところを降りてはですね、うん、ちょっとそれこそ地域ナンバーワンマンションとか見て回ったり、してたんで、それがある意味通勤の楽しみではあったんですよね。へー、なるほどね。もう、うん、だからまあなんかツイッターにいる住まいを発信してる人そうですけど、みんななんかそういう街とかそういうの好きですよね、基本的に。ああ、そうだと思いますよ。みんなこだわってますもんね。うん、異常ですよね、すごい。いや、だってもう住まいあるのになんでこんなほかが調べてんだろうって思いますもん、ね、本当に誰からも金ももらわずにで情報も発信してね、ねえ、何やってんだろうっていう、いやなんか空豆さんとかはね、はい、なんか違う世界線でもしかしたら買ってたかもしれないっていう自分のこう情報収集をなんかずっと続けてるみたいな、よくわからないことつぶやいてましたけど、まあなんとなく気持ちは私もわかります。僕もすごい気持ちわかります、すごく。だから似通ってるような人が集まってるって感じですね。うん、いや楽しいと思いますよ。確かに。あとコパさん、なんかこのスペース聞いてる人でガチで東上線に移住しようか考えてる人もいると思うんですけど、なんかコパさん視点でリアルな意見というか、
そのこういう点においてはちゃんとなんか分かった上で移住してきてよとか、その重説というかですね、東上線重説みたいなのを教えてほしいんですけど。東上線重説ですか。はい、強みと弱みという点で言うと、はい、まあ安い住宅とまあまあのアクセス通勤時間を苦としないこう発想ができるっていうのが最低条件じゃないかなと思いますね。なるほどね。ただ東上線って実は国道がやっぱり多く走ってて、うん、縦に254407、うん、横には16号とか463とか走ってて、うん、関越圏央道あるから、あ、まあ、車を使った生活がすごいしやすくて、むしろ車ないと楽しめないような気がしますね。なるほどね。確かに、うん、であと沿線に大学が多いんで、意外にねこう高齢化が進んでるって言われながら、若者がこう新陳代謝のように入れ替わりになってて、22大学ぐらいあるんですよね。ね、言ってたよねそれ、びっくり。そうなんですよ。であと名門大学にも通いやすくて、うん、立教は池袋だし、うん、早稲田も、まあ、副都心線で西早稲田まで行けるようになったし、はいはい、法政も市ヶ谷まで有楽町で行けるし、うんうん、東京大学だったらね、丸の内線で本郷三丁目とか、そうだ、明治もお茶の水までね、うん、丸の内で行けるし、上智も四ツ谷で行けるから、うん、まあ、子供がねこう大学まで自宅から通えるっていうのは結構大きいかなと。まあそれ都心からだったらそりゃそうだろうって思うんですけれど、東上線からもまあ通えるし、しかもその分住宅は抑えていけると、うん、いうところはありますよね。あ、まあ、デメリットもあるんで、うん、事故や故障とかね、うん、地震事故も含めてですけど、ええ、全国でナンバーワン止まるからあそれはデメリットとして考えるか、あるいは、まあ、東上線だから止まっちゃいましたって言ったら、じゃあしょうがねえなって言われるような職場だったらいいんじゃないかなと思いますね。なるほどね。すいません、東上線止まりましたって言ったらあ、じゃあもうしょうがないねって言って大体路線がないからしょうがないねみたいな感じになりますよね。だからクライアントにもそれ言っといて、私は東上線住んでるから遅れることもありますっていうのを刷り込んどけばいいって話ですね。そうですね、うん、もうここはデメリットというよりはそれをメリットにして仕事をサボるとあるいは、まあ、電車止まっても大丈夫なエリアもあるんで、和光市とかね、朝古台とか、うん、川越とかこう有楽町線とか副都心線、武蔵野線や埼京線に逃げられるようなところに住むっていうのも手だとは思いますね。確かにね、あの柳瀬川から北行っちゃうと大体路線ないっすもんね。ないっすね。まあ川越まで行けば川越線で大宮出て埼京線で行けるけど、そうじゃない富士見野とかあっこら辺のエリアって確かに他の路線ってないですもんね。逃げられないんでね、大変ですね、うん、そうだそうだ。なるほどね、おもろい、うん、まああとやっぱり華やかさがなくて知名度もないから東上線って言っても関西の人多分何それってなるし。確かに ね。あと私結構博物館とか美術館、都心に都内に住んでた時にはよく行ってたんですけど、ええ、東上線エリアはガチでほとんどないんで。え、何がないんですか。博物館とか美術館とか文化施設ですね。あ、ないかも。全然ないんですよ。ああ。浦和とかっていっぱいあるじゃないですか。あるある。こっちはね、埼玉県が多分ね、そういう費用を出したがらなかったんだと思うんで。なるほどね。文化がない。確かに、それはちょっと象徴的かも。生活は便利だし、ララポートとかもあるし、うんうんうん、中も商業施設もいっぱいあるし、ヤオコもなんかすごいいっぱいあるし、うん、生活は便利なんですけど、こうより花を求めたり文化を求めようとすると、うん、ちょっと弱いかなとは思いますね。まあその分、うん、住宅費が安くなる、はいはい、生活費が安くなる、うん、でまあだから車での生活もしやすくなるんで、まあ都心での遊び方をちょっと郊外型に切り替えればまあいいかなと、うん、そういうことですね。はい、だから東上線沿線に関しては基本的には住むに特化をして、でエンタメとかその文教とかそのアカデミックなものをアウトソースしましょうという、そういう感じですかね。そうですね、もう1時間かけて行きましょうっていう感じです、うん、ね、その小旅行を楽しみましょうという感じで。はいありがとうございます。
じゃあ一旦前半僕とコパさんのトークは一応時間なんで終えて、まあ、なんか簡単な内容でもいいので質問があれば挙手いただいてご指名いたしますので何か言ってください。第1号の質問は常連の人お願いします。どうぞ。はい、中央区上落合と申します。はい、お願いします。はい、埼玉来るまで東武練馬川上板橋で住んでたので、おで話ずっと聞いてましたけど、めっちゃ近い。めちゃくちゃ近いで、すべてがもう本当におっしゃる通りだなっていう感じでしたっていう。よかった。めちゃくちゃそう、本当に直近まで住んでた身として、でめちゃくちゃいろんな東上線行ってたんですけど、言ってることすべてに同意ですっていう。ぶっちゃけもう質問っていうか、東上線めっちゃ自分もよく知ってるんで今更聞くこともないんですけど、うん、あまりにもコバさんとその玉の会話がもう同意しかなかったんです。それを言いたくて今申しました。すみません。上落合さん的になんか東上線のこういうとこもいいよないし、なんかこういうのはなんかそういうのがあれば言ってほしいんですけど。ですね、人の優しさというかその温かみ的なので、はい、まあ、これちょっと消化しづらいところなんですけど、今までいろんなとこ住んで、ぶっちぎりで東上線が一番良かったと思います。へー、そうなんだ。東上線よく泊まったりとかあるんですけど、うん、まあ、電車乗ってて奥さんがその妊娠中とかで、はいはい、よく歌ったりとか座れないとかも結構あったんですけど、うん、ちょっとこわもてのおっちゃんとか譲ってもらったりとか、これ多分ですね、他の路線とかそういうのでも、あと駅でのエレベーターだとかスーパーとかいろんなところで何か知らんすけどやたら親切な人多いなっていう印象でした。コバさん、それを聞いて感想はどうですか？私はなんか最近もうだいぶマンション管理でこうダークに染まってきてるんで、そんなあったかい人間いたかなって遠い目をして聞いてました。世界はな。じゃあコバさん、そのダーク登場戦というかそこのところも聞かせてもらってもいいですか？ダーク登場戦。はい、登場戦自体がね、イメージがもうマイナスから出発してるから。この回大丈夫ですか？逆になんでこのマイナスイメージなのかが私は聞きたいですね。あ、そもそも発射台が低いだろうと。そう、いや、全くね、ブランド力ないしね、セグゼの方がよっぽどいいですよね。秩父につながってますとかさ、いろいろイベントもなんかね、うん、所沢の方でやったり、うん、なんか今度東所沢で、うん、角川がなんかいろいろ物産館開いたりとか、はいはい、だから文化がないと。文化がない。文化はない、それは間違いない、そんな思います。質問じゃなくてめっちゃ喋りたくていました。はい。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。なんか東上線って言っても池袋から例えば森林公園まですごい長いじゃないですか。あ、長いですね。で、空気とか住む人もその段階的に変わっていくと思うんですよ。そうですね。なんかコパさん視点で全然主観マックスでいいんですけど、なんかその。そういうの、その東京から埼玉の奥の方に行くにつれてなんかどう変わっていくみたいな感想ってありますか？これはなんでしょうね、家がどんどん大きくなるっていうのはまずありますよね。ああ、なるほどね。前にすんたまさんとも6時間ぶっ続けで武蔵嵐山からずっと和光市まで行きましたけど、ドライブしましたね。どんどんなんか家が狭くなってって、うん、庭がなくなっていくんですよね。確かにね。向こうの方はね、60坪、あれ100坪ぐらいあるのかな、駅前なのにこんなでかい家建ってんのみたいな感じで。確かに。家に全振りしても全然平気なぐらい、うん、多分土地が安いしね。向こうに行くと自転車乗って遊んでる人もいるし、ゴルフやってる人もいるし、なんかこう都会とはちょっと違った大人の遊びも結構あってね。わかる。なんかそれはそれで、なんでしょう、ライフスタイルがこう変わっていく様を見ていける、路線かなとは思います。まあこれ向こうの JR の方もそうだと思うんですけど、うんうん、
東上線も同じようになんかこう感じますね。うんうんうん、なるほどね。うん、なんか昔はこう北の方に行くと、東上線の北の方に行くと遅れていくようなイメージだったのが、うん、今はなんかそんなイメージではなくて、うんうん、なんかこうよりゆとりのある生活を北の方ではしてるっていうような感じでしたよね。あ、それはすごく僕もそういう感想を抱いてて、なんかね、僕が東上線の武蔵嵐山から和光市まで縦にドライブを7時間ぐらいして思ったのがね、なんかその北に行けば行くほど貧乏な人が多いんじゃないかっていう主観があったんですけど、逆に北の人は同じグロスでいい家を建てて違うライフスタイルを送っている都会的な価値観も持ち合わせた人も住んでるなって思ったんですよ。そうですね。だからなんかそこがね、なんかその現地を知らないと北に行けば行くほど貧乏かわいそうみたいな、なんかそういう価値観ってすごい貧相だなと思う。すごい過去の自分をなんか悔い改めたみたいなところありましたね。悔い改めた。でもあの本当にあの北の方に行ってもなんか巨大なモールとかできてるから、うん、あのでそれこそね、ヤオコじゃないんですけれど、いろんなスーパーとか、うん、島村とか、うん、あ、いろんな商業、大規模商業施設とかもあって、うん、正直生活する分にはなんか北の方に行ってもいいんだろうなと。あるいはやっぱり通勤時間のトレードなんで、うん、そこさえクリアすれば、あ、こういうところででかい家に住むっていう人もいるんだなっていうような感じはしましたね。確かにね。だってみんなでね、ドライブしてる時のなんだこの豪邸みたいな感じでずっと言ってましたからね。だってさ、武蔵嵐山の方とかさ、あの森林公園の方も高坂の方とかもめっちゃすごい家多かったっすもんね。多いっすね。びっくりした。いやマジでね、東京の6000万ぐらいのタワマンに住んでるような所得を持って東上線沿線の北の方に行くととんでもない生活できるなっていう。でただね、やっぱりその都心の人が東上線の北の方に行くのってめっちゃハードルが高いなと思うのが、同じような人が多分少ないから不安なんですよね。自分そうだと思います。うん、で要するに湾岸のタワマンがなんで売れるかっていうと、多分同じ人しかいないからなんですよ。だから謎の喧嘩もないだろうし、謎のなんかその喧嘩というか価値観の不一致が起こりづらいだろうっていう、安全に金払ってるというか。だからでも東上線に関しては僕はその情報の非対称性がすごい多いから、みんながその東上線を謎の微妙なイメージだけでしかちょっと、そういう情報がいい情報というか、リアルでガチな情報が接していないからそういう決断をしてしまうのかなとも思っていて、だから僕はそれを変えていきたいっていうのが自分の使命だとは思ってるんですけどっていう。そうですね、うん、実際あのね、見た時に高坂とかの新しい新興住宅街とか、ね、川越の東田町でしたっけ、はい、あの新興住宅街の分譲地、ね、うん、はい、とかですね、あと三好とかもそうですけれど、そうなんかこうでかい分譲地で大きくて綺麗なプチ高級住宅街っていうのは結構沿線沿いにできててですね、できてる。そういうところっていうのはやっぱりあの子供たちの教育にも熱心で東京から来てる人たちが多くて、うん、なんだろう、狭いマンションよりは大きい家で子育てして、うん、でも子供はちゃんと中学受験とかもさせようっていうような、うん、ちょっとしたこう同じような価値観の人たちが住んでるエリアっていうのがポコポコあるんですよね。そうですね、全体ではないけれども部分部分であるって感じですよね。そうですね。なるほどね、ありがとうございます。コパさん、なんか喋り足りないこととかカバーしきれてないこととか言ってないなって思い出したことあります？特にないかな。あ、思い出した、はい、あの全く東上線使わない人には知られてない鶴瀬っていう駅があるんですけど、はいはい、そこがあのララポート富士見に近いエリア駅なんですよね、うん、今ここも改修してて少しずつ変わっていくんですけど、はい、ここにさっきちょっと言った三好町のグランシアっていう本格的な輸入住宅街が、はい、西口から徒歩15分ぐらいのところにあって街並みが綺麗、うん、ある。あそこは見に行くと多分東京の人も綺麗だなって思うと思うんですけど、うん、
だからその生活利便性もその商業施設の増加に伴ってだいぶ変わってきているし、はい、っていうところと、あと鶴瀬僕もすごいいいなと思っているんですけど、関越乗りやすいですよね、すごい。で電車だけじゃなくて車のアクセスもすごいいいエリアだなと思いますね。そうですね。じゃあ、ということで、はい、今回はこれで締めたいと思うんですけど、そうですね、一言だけ最後に言いたいのは、都落ちの東上線というよりは、はい、やっぱりなんかコスパで選んでる東上線っていう感じにできれば、みんなもイメージを変えてもらえると嬉しいなと思います。そうっすね、もうね、そこら辺の話は僕も熱い思いがあるので、また別の機会で話したいなと思います、うん、ぜひ。はい、じゃあということでありがとうございました。はい、じゃあ、コバさんまた連絡します。はい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。